こんにちは、カオルンです。本日はですね、今流行りつつあるサウンドバーありますよね。こちらからめっちゃねコスパが良くて、そしてねすごい気になるモデルありましたので、こちらを紹介していきます。それがこちらです。ドン、アンカーさんのサウンドコアインフィニ2でございます。イエイ。正直ですね、サウンドバー僕ね初めてなんですよ。そもそもレビューというより購入するのが初めてです。まあサウンドバーってね5万なんていうのはね当たり前っていう感じですし、あとは10万、15万、20万なんかもねあったりしますよね。どうしてもね音楽とかテレビを聞く上で必須なのかなっていうふうに思ってたんで、まあこの値段とね比べるとなかなかね手出しができなかったんですけれども、今回はねアンカーさんなんと値段が 1.5 万ほどでね手に入るというところで紹介をしていきます。そして今回はカオルンのこのね初心者目線、サウンドバーの初心者目線でねレビューをしていきます。まあもしかしたら見てくださってる方の中にはねサウンドバー初めてで、まあちょっとね今度買おうかなって思ってるけど気になっててね、まあどこら辺なんだろうってね思ってらっしゃる方いらっしゃると思います。僕もね初心者なので同じね目線に立ってね今日ねレビューできると思いますので、ぜひね参考にしていってください。そして経験者の方もですね、ぜひ初心者目線でねもう一度サウンドバーのね魅力っていうところを再認識していただければなと思います。それではまずは基本スペックから見ていきましょう。どうぞ。はい、それではまずは基本スペック見ていきましょう。今回ねアンカーさんのサウンドコアインフィニ2は値段が 16,990 円となっております。ただデザインがめちゃめちゃスタイリッシュなんですよ。最近のね薄型テレビとねこうしっかり合うようなねかっこいい仕上がりとなっています。正直今回ねヤマハさんの SRC20A っていうねモデルとどっちねやろうかなって迷ってたんですよね。こうねどっちも良さはあるんですけど、僕はねやっぱスタイリッシュなこのデザインっていうところを一番重きを置いて今回はねアンカーさんを選びました。音の方はですね左右それぞれにフルレンジドライバー、全域をねこうしっかり出すドライバーと、さらにサブウーファー、低音をね持ち上げる、そっからねさらに持ち上げるねウーファーがついておりますので、しっかりね作られております。さらにアンカーさん独自のバスアップテクノロジーっていうのもね使われておりますので、そこからさらに低音を持ち上げて臨場感を高めることができます。あとはサウンドモードの方も3つついております。音楽、あとはムービー、そしてニュースがついております。正直音楽が一番ね全域にわたってよく出てたかなって感じですね。あとは HDMI ARC ポートっていうのに対応しています。この ARC ポート、要はですねオーディオリターンチャンネルって呼ばれるものなんですけれども、まあ、HDMI ってねよくねゲーム機で皆さんねテレビとつなぐと思います。でね皆さん普段ねスイッチとかプレステ5とかねつなぐときは、主にねそのプレステ5スイッチでねやっているゲーム内容っていうのをですねこう大画面でやるためにテレビに送って、そのテレビで受け取ったねデータがその画面に映っているっていう感じになってます。ただ今回のねサウンドバーの場合はこうねテレビに映っているもの、今テレビが受信しているねテレビの内容、音をですねサウンドバーの方に送ってサウンドバーから出すといった感じで、こう送り主と受け取り側がですねこう逆転しているような感じです。でこのね逆転のねこの送り方を、するのがですねこうテレビ側もスピーカー側も対応していないとねこうねできないよっていうねモードになってます。ただ最近のテレビはですね、大体ね、ARC に対応しておりますので、今回のね、対応してるアンカーさんのサウンドバーとつなげればね、こう一本で簡単にね、こう設定することができるよ、といったね、ことになってます。皆さんのご自宅にあるテレビが ARC ポートに対応してるかっていうのはね、ちょっと調べてもらえればと思うんですけれども、もし対応していない場合もですね、今回は様々なケーブルに対応しています。USB Type A、あとは光、そしてねオックスにも対応しています。あとはねテレビと映すっていうところはね関係ないんですけれども、 Bluetooth にもね対応しておりまして、まあね携帯とつないでね普段のねこうスピーカーと同じような使い方ができます。そしたらねテレビに実際に設置したね感じを見ていきましょう。はい、こんな感じになります。どうでしょうか。やっぱりね今回アンカーさんねとってもスリムなデザインなので、最近のね薄型テレビとねこうねしっかり合ってますよね。
だいたい僕ん家のテレビは大きさがね43型のテレビなので、まあ、43型のテレビのね横幅にだいたいすっぽりはまるぐらいですかね。でね、設置はねめちゃめちゃ簡単でしたね。こうねテレビ台の上にね本体を置いて、あとはね電源挿して、あとはテレビとねこうつないで、2本だけでねできたので、めちゃくちゃ簡単でした。じゃあですね、実際にテレビからね出てくる音、あとはねサウンドバーから出てくる音をね聞き比べていただきたいと思います。今回はねフリー音源を聞いてもらおうと思います。そしてモードはですね、ミュージック、ムービー、ニュース3つありましたけれども、今回は一番ねフラットに出ているミュージックいきましょう。聞いてもらいました。いかがだったでしょうか。結構ねテンション上がりましたよね。まあね必須級って言われるかっていうとねそうではないんですけれども、しっかりねこの薄型テレビで、まあ音の方っていうのはねどうしてもねこう成長しにくいっていうところもありますので、そこをねサウンドバーでねしっかり迫力上げてくれましたよね。今回ね使ったテレビは43型なんで、まあそんなね音悪くないと思うんですけれども、まあそれとね比べてもねよりねグレードアップしたかなと思います。よくね最近家だと壁とかね天井にねいろんなねスピーカー取り付けて、複数取り付けてこうね立体感を増そうみたいなねサラウンドシステムっていうのがあるんですけれども、まあそれと比べたらねやっぱり立体感っていうのはねなかった、まあ少なかったっすよ。ただサウンドバーってね横に広いわけですよ。その音がねこう一つになってねこう横長にズゾーンとね胸に来るので、こうね、立体感はなくても迫力っていうのはね、めちゃくちゃありました。正直、ここがね、サウンドバーの魅力かなって思ったんですよね。まあ、サラウンドシステムみたいにね、いっぱいスピーカーを使わずとも簡単にね、設置するだけで、迫力のあるね、音を体験できるっていうところがね、今回のサウンドバー、まあ、ならではかなと思いました。あとはね音のモードですけれども、ミュージックはねこう比較的歌ってる歌声、人の声も、あとは後ろで弾いてるベースとかギターのね低音高音の音もねこう全体にわたってフラットにね聞こえたかなと思いました。まあこれがね基本ですね。そしてニュースモードはこのねミュージックモードのうちの人の声だけをより前に出したようなイメージで、でムービーモードっていうのはこの人の声も聞こえつつ、後ろのねその音、低音部分をねがっつり上げて迫力を高めましたよっていうね、本当に映画にいるようなずっしりとした感じになっております。僕的にはですねこのねムービーモードが意外にこう映画を見てるだけじゃなくて音楽とかスポーツを見ててもね結構良かったっす。ただね映画特有のあの人と喋ってる時はね音がね静かで、いきなりサビになるとズドーンってくるので、まあそこら辺が気になる方はやっぱりねフラットなミュージックモードがいいかなと思います。さあ続いてねちょっとメインで話せなかった補足ポイントとか、あとはね気になるところ話していきます。今回は Bluetooth に対応しているというところで、
まあね、テレビを持ってない方もですね、今回ね、サウンドバーとそのパソコンをつないで、パソコンからね、音を流すことが、サウンドバーに送って流すことができます。そして、PC ってね、パソコンって最近ね、ケーブルでつないで、プロジェクターなんかもね、つないでね、こう、壁に映すみたいなこともできるじゃないですか。なので、そのプロジェクターで壁に映した画面を、下の方でね、サウンドバーを置いて、映画っぽくするなんかもね、できたりします。あとは基本的にはね、テレビの上に置くので、まあね、響きにくいっすよね、他のところに。やっぱり壁とかね、つけちゃうと壁伝ってね、隣の部屋とか、あとはね、下の人に聞こえちゃったりもする、天井に置いたら上の人にも聞こえちゃったりするので、そういうのがね、なりにくいっていうのがね、めちゃくちゃ良かったっす。あとはね、基本的にはテレビをね、つけた時は一緒にね、アンカさんついてくれるし、あとはね、テレビを消した時も一緒にね、こうオフしてスタンバイ状態にしてくれるんで、そこら辺ね、いちいち分けてね、こう電源つけたり、消したりするっていうのをね、やらなくていいっていうのがね、めちゃくちゃ簡単です。ただね、気になった点が、テレビのね、こう真下に置いてしまうと、リモコンがね、テレビね、聞きにくくなっちゃうんですよね。床からね、見てるとちょっとね、斜め上を向いてテレビをつけるじゃないですか。その時にサウンドバーがあるので、阻まれちゃうんですよ。なので、もしね、皆さん買うのであれば、もしね、テレビをね、こう、段差をつけるために、その台の上にもう一個だけ、こう、テレビだけ置けるようなね、段を作っておくと、こうね、テレビとサウンドバーがね、段差ができますので、まあ、リモコンがね、聞きやすくなるかなと思います。あと一点はですね、今回ね、ヤマハさんと被ったじゃないですか、こう気になってたじゃないですか。ヤマハさんのね、いいところはですね、アプリにも対応してるんですよね。今回ってね、リモコン専用のね、リモコンがついておりまして、そのね、サウンドモードとかをね、切り替えできるんですけれども、まあ、いちいちね、リモコンね、あっちから持ってきてね、テレビと違うものを使ってね、めんどい時もあるじゃないですか。そういう時はね、今ね、もう皆さんスマホ持ってるでしょう、ポケットの中に入ってるでしょう、そのね、ポケットから出して Bluetooth でね、繋いでそのね、操作できるっていうのがね、ありますので、まあ、そこら辺の方がね、結構まあ、簡単かなっていうのもありましたので、まあ気になってたんですけど、今回はデザインの方でアンカさんが勝ちましたよっていうとこでしたね。はい、それではまとめに行っていきましょう。今回はアンカーさんのサウンドコアインフィニッツサウンドバー紹介していきました。どうでしたか。今回は初心者目線でサウンドバーってどんなのってね、見ていきましたけれども、めちゃめちゃね、音良くなりましたよね。まあ、必須級ではね、ないにしても、最近はね、コロナっていう時代も超えてね、少しずつね、こうお家の中で過ごすっていうね、まあ習慣も増えてきたかなと思います。サブスクもね、ありますしね、そういう方にとってはね、少しでもお家の中で映画に近いようなね、こう臨場感をね、味わえるっていうところのね、楽しみっていうのはね、しっかり感じれるので、ぜひね、皆さんチェックしてみてください。よかったら今回のね、レビューしたアンカーさんで皆さんもね、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。そしてね、下の概要欄には今回のアンカーさんプラスね、ヤマハさんのね、こう詳しい製品情報を貼っておきますので、ぜひね、そちらでまあ飛んでみて見比べてみてください。はい、ということで今回もカオルの動画ご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人を目指して日々ね、コツコツやっております。そして今年中ね、なんとか500人ね、いけたらいいなと思っておりますので、ぜひ皆さん応援お願いします。はい、それではまた次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。